ツタンカーメンの応募イコールキロボルト62、ツタンカーメンは古代エジプト第18王朝のファラオ。より厳密な表記ではトゥトアンクアメン。父アメンホテプ4世の生存中及び即位後しばらく唯一神アトン信仰が解かれていたためにトゥトアンクアテンと名乗っていた。アクエンアテンの死後、即位すると伝統的な神であるアモンラーの信仰を復活させトゥトアンクアメンと改名した。 また、首都を余るなからメンフィス、テーベに戻した。在中、王妃、アンケセナーメンとの夫婦仲は良かったと言われている。誰その後、若くして死に、王家の谷に葬られた。ツタンカーメンの死後、王位は、王家の血を引かない大臣や将軍たちによって、引き継がれてゆくことになる。ツタンカーメンは、 悪縁アテンの政策を大幅に覆したが、即位した時点でまだ年派の行かない少年であったことが分かっており、アメン進行復活やその死について様々な推測が語られ、歴史のミステリーとされている。1978年に米国の研究チームが調べた骨のサンプルから、血液型は A2 型の MN 型であることが分かっている。2005年1月には、 エジプトの研究チームによってミイラの調査が行われた。さらに2009年のエジプトチームの再調査では骨の DNA サンプルからケイラー病を患っていたことが判明している。ツタンカーメンはアクエンアテンとその姉妹の一人との間に生まれ骨折にマラリアが重なって死亡した可能性が高いことがエジプト考古学チームによる DNA 鑑定やコンピュータ断層撮影装置の 調査で分かったと、2010年2月に、米医学誌、ジャーナルオブジアメリカンメディカルアソシエーションが発表した。不骨や内反則を患い、転倒して足を骨折し、マラリアが命取りになったという。また歩くのに杖をついていた、巨弱な王だったとしている。埋葬品の130本もの杖はすべて実際に使用されていたと思われる、すり減った跡がある。弱なではあったが、 ヌビアの反乱を収めたりヒッタイトとの戦いに勝利したりするなど王としての職務はこなしていた。悪ンアテントヌフェルティキの娘であるアンケセラーメンとツタンカーメンの婚姻はイボ兄弟姉妹婚と推測されている。年齢差は不明だがアンケセラーメンは父親との子供を産んだ経験があるということで7歳くらいツタンカーメンより年上だったと推測されている。ツタンカーメンには 姉が6人にいる。2011年、スイスの研究機関イゲネアによりツタンカーメンの属する Y 染色体ハプログループが判明したと発表され、R1 ビット 1A2M269 という現在の西ヨーロッパの住民に見られる不敬血統で現在のエジプト人にはほとんど見られないハプロタイプであることが分かった。生まれつきつま先が変形しており、 左足の人差し指の一部がなく左足の骨の一部にも絵種が見られ、足が不自由だった。ギーザに狩猟用の別荘を建てた。ツタンカーメンの墓王家の谷にあるツタンカーメン王の墓は、1922年11月4日に、イギリスのカーナボン教の支援を受けた、考古学者、ハワード・カーアッターにより発見、発掘された。スタンカーメンは、 王母としては極めて珍しいことに、3000年以上の歴史を経てほとんど洞窟を受けず、王のミイラに被せられた黄金のマスクをはじめとする、数々の副葬品がほぼ完全な形で出土した。その発掘は世界を大いに驚かせた。発掘のスポンサーとなったカーナボン教が墓の公開直後に休止するなど、発掘関係者が、 次々と不遇の死を遂げたという流言が世に広まり、それをきっかけとして、ファラオの呪いという伝説が高まった。またそれに関する謎解きも、盛んに行われるようになった。また、ファラオのミイラに大きな外傷があったことから、ツタンカーメンが暗殺されたとする説を裏付けるものかと、注目された。だが、いくつかの傷はミイラを、文化財として、 大事にしない20世紀前半当時の風潮のために発掘時に付けられたものであったことが明らかになっている。ツタンカーメンのミイラと黄金のマスクをはじめとする数々の副葬品はエジプトに残された。そして黄金のマスクや純金製の第三人型棺をはじめとする副葬品の大半は現在はカイロにある。 エジプト考古学博物館に収蔵されて観光客に公開されている。また、ツタンカーメンの墓には出産直後か死産かと見られる2体の子供 317A と317ビットのミイラも一緒に葬られており、大きい方はツタンカーメンの娘であると DNA 鑑定された。小さい方は防腐剤の影響により鑑定不能。ハワード・カーターが 発見時は保存状態は良好だったがかなり悪くなっている。その他、ツタンカーメンの墓からはエンドウ豆も発見されている。ツタンカーメン応募が発掘された際に出土したもののリストの中に死後の備えとして入れられた食物の中に穀物の入った壺があり、その中に豆類が混じっていた。チャリオット6台、弓50本以上、矢数100本、 ヌビアが献上した盾、使った形跡のある杖130本以上、パンツ160枚、頭巾、旅型の靴下、熱を下げるコリアンダーなど数十種類の種も発見された。館内には鉄剣もあった。当時のエジプトに製鉄技術はまだなかったと考えられており、千葉工業大学の研究グループは鉄隕石を1000度以下で加熱して製作したと推測している。 2001年以降の研究によれば、ツタンカーメンが埋葬されていた応募は、本来別の人物のために用意されていたもので、ツタンカーメン応募で見つかった様々な服装品も、別の人物のために準備されていたものを転用したことが示唆されている。この人物は、長く男性か女性か不明であった人物で、現在は女性であったと考える根拠が存在する人物である。 ネフェルネフェルウアトンがその人物で、ツタンカーメンの黄金のマスクに刻まれていたが、部分的に削られて読み取れなくなっていたカルトゥーシュ内の名前が解読され、マスクは本来、この王族女性の副葬品であったことが判明した。ツタンカーメンの他の副葬品も、この王族女性のものであり、マスクについて言えば、マスクの耳にはイヤリングをつけるためのピアス穴があり、このようなピアス穴のあるマスクは、 現存する古代エジプトの工芸品において確認できる限りでは、王妃や子供のために準備されたものであり、このこともマスクがネフェルネフェルアトンのための副葬品であったことを示唆する。ただ、この女性が実際は誰であったのか、悪縁アトンと極めて近しい関係にあった人物であることはわかっているが、諸説があり、未だ確定した結論は出ていない。 スタンカーメンのミイラツタンカーメンのミイラは、防腐処理の際の樹脂が化学反応によって変質したため保存状態はかなり劣悪であった。しかも、発見後、ミイラの包帯が解かれてしまったことも、保存状態の悪化に拍車をかけることとなった。包帯を解く際にも、多くの外傷がミイラにつけられ、さらには、脊椎が切断され、世紀までもが消失した。2005年1月、 CT スキャン撮影などによってミイラの調査が行われ、棺からミイラが取り出された。この時の貴重なミイラの映像は国際的に注目され、調査により死亡推定年齢が19歳であることが明らかになった。身長は165センチメートルで体格はかなり華奢であることが分かった。 死につながる傷が特定されたものの、自己施設か多殺施設かの論争に決着をつけることまではできなかった。なお、この調査の際に、前述の消失していた正規が無事に再発見されている。この調査は、ミイラの保存状態が極めて劣悪になっており、従来通り館内での保存では、ミイラの状態維持はできないと結論付けられた。その結果、2007年11月、 初めてミイラが一般公開された。応募内の黄金の石棺から同じく応募内に設けられた気温や湿度を厳重に調整できるプレクシグラス製の展示ケースの中に移され保存状態が比較的良い顔と足先の部分を覆っていた布は取り外された。その後現在もミイラはプレクシグラス製ケース内にて保存されている。年月 DNA により アメンホテプ4世のミイラが特定され、アメンホテプ4世がツタンカーメンの父であることがほぼ断定された。また、アメンホテプ3世の王妃、ティーとツタンカーメンの母のミイラも身元が判明。ツタンカーメンの母はアメンホテプ4世の同等同母の姉妹であることも明らかになった。ありがとうございます。